小島剛は東京都出身の実業家である。自ら事業を立ち上げ、デンマークから日本に風力発電技術を輸入し、風力発電の普及に努めた。2014年現在はエコロジー総合研究所株式会社取締役会長を務める。1960年5月、東京都品川区で生まれる。父親が 建設関係の会社を経営しており、幼少期は裕福な生活を送っていたが、小島が慶応義塾中等部在学中、オイルショックの影響で父親の会社が倒産した。父親は行方不明となり、小島は母親の実家に引き取られ、祖父を父親代わりに育てられた。この経験は小島がエネルギー問題に関心を持つ原体験となった。高校、大学時代は、 バンド活動に傾倒し、プロデビュー目前にまで至ったものの、祖父に反対され、絶望した小島は、自殺を考えたが、移動中に交通事故を起こし未遂に終わる。その後は、学生ビジネスにも手を染めた。1983年、慶応義塾大学小学部を卒業した小島は、大京石油に入社、当時進められていた、丸善石油との合併準備。 プロジェクトチームに加わったほか、合併後には新会社の会員カードシステム構築にも携わった。しかし祖父から空調設備工事会社を引き継いでいた母親の要請で1988年に退職、母親の会社で役員となったが、積極的に動く小島は、子産の役員と対立し、同年に役員を解任される。当時はバブル前世紀で企業意欲が高く、 小島は1989年コンサルティング会社 TM ネットを設立し、中小企業主の事業立ち上げの支援を行った。1991年、顧客の家具会社の依頼で商談に赴いたデンマークで、同地の風力発電の実情を目にした小島は、帰国後に風力発電機の販売会社エコロジーコーポレーションを設立、社員2名での企業であったが、日本の風は 風力発電に不向きとの定説がある中で自治体を中心に販売実績を伸ばした。1997年7月には発電事業を行うエコパワーを設立、エバラ製作所や日本工業銀行ほか15社の出資を受け事業を拡大した。1999年時点で日本に設置された風力発電機のうち4割がエコパワーによるものであり、 小島は日本における風力発電の第一人者として、後発企業の中止を受ける存在となっていた。1999年には自伝も出版された。しかしその背後で小島の影響力は徐々に低下していた。エコパー設立後の1997年以降は大手金融機関の破綻が頻発し、資金調達に困難が生じていたことから小島は エバラ製作所の債務保障を受ける代わりに、エコパワーを、エバラ製作所66%保有の子会社とし、小島は副社長に退いた。同時期、風力発電事業は、大手が参入し始めており、エコパワーは契約の不備をつかれて、すでに確保していた、発電適地を他社に奪われる、といった問題が頻発していた。こうした問題を、法的手続きに出て解決しようとする。 小島の方針は、親会社となったエバラ製作所の意向と合致せず、2000年に小島はエコパワーの副社長を解任される。2001年、小島はオフィスエコロジーを設立し、風車事業の継続を試みたものの、市場に合わなかったこと、そして資金力の弱い新会社は大手に立ち打ちできず、業界で小島の名が上がることは少なくなった。小島は体調を崩して、 入退院を繰り返す状態となり、2007年末、オフィスエコロジーは閉鎖を余儀なくされた。2010年、エコロジーマネジメントを設立する。風力事業を離れ、ビルの省エネビジネスの展開を試みるが、現在として実体あるビジネスに至っていないようである。2012年になり小島は、社長から会長となり、新業態を目指しているようである。単調。 ありがとうございます。